じゃあ上半の発表を始めさせていただきます。お願いします。まあ、うちの班は、ウラシラバスを電子化するという目標で1年間、まあ、やっていまして、一応1年間通してテーマをそれに設定して、まあ、いろいろやってきましたので、まずはどういう経緯でウラシラバスを電子化させるという目標を立ったのかをちょっとご説明いたします。はい。で、まあ、これは完成予想図って言ったらいいですかね。こういう形にしたいなっていう感じで、まあ、これはアプリケーションじゃなくて、またフォトショップで作った、まあ、はめ込み画像みたいなものなんですけれども、まあ、これが、まあ、トップ画で、こういう感じで、経済学部だったら何曜日の何限の科目を調べて、まあ、対象の科目を検索して、その中から、まあ、ウラシラバスの内容を開くって感じですね。例えばこの文学101ってやつを開くと、この授業の評価はどういう評価で、ああ、まあ、いわゆる落胆なんだとか、ためになる授業なのかっていうふうに調べることができて、まあ、履修の手助けになるっていう形で、まあ、分かりやすく、まあ、機能性を上げたアプリの開発を、まあ、ぼんやりと考えていました。はい。まあ、さっきの続きなんですけど、まあ、こういう形のレイアウトもありかなっていう感じで、はい、はい、で最初当初エクリプスを使用していたんですけれども、まあ、去年1年間、江島先生とあとは江島先生、の元で、まあ、エクリプスを、まあ、学習したということで、そのままにしておくのは非常に惜しいと。で、なんとかしてなんか自分たちの力で何か一つ作ってみたいなっていう思いがあったので、まあ、エクリプスを昨年に引き続き使用するっていうふうに、決めました。はい。で、基本的な内容は昨年、まあ、さらっとやったので、まあ、それを固めつつ、より発展した技術を身につけられるようになりたいなというふうに、まあ、目標を置いてやってみました。でこれちょっとさっき説明したとこ被るんですけれども、ウラシラバスって紙媒体だと、なんか行ったり来たりして、履修組むのにちょっと面倒だって、利便性に欠けるなっていう部分があったので、またなんかグラフとか表を作る形式になるので、ちょっと違うか、リストアップする形の形式になるので、比較的作りやすい、まあ、題材なのかなっていうこともありまして、まあ、ウラシラバスを選ばせていただきました。はい。で、1年間の、まあ、主に前期なんですけれども、学習の進め方として、まあ、さまざまな参考書ですとか、あとは学習支援サイト、まあ、基本的な知識を紹介しているサイトっていうのはたくさんありまして、その中から目標に合った内容をピックアップして学習するという形をとっていました。で、YouTube などにもですね、エクリプスを用いた Android アプリケーションの開発の動画が、まあ、いくつもあったので、その中から一番目的に近いものを、まあ、何ですかね、学習支援サイトだけだと、まあ、文面なんで、実際にどういう形で開発してるのかっていうのはちょっと分かりづらい部分もあったので、困った時には、そちらの動画を参考にしたっていう感じですね。で、この動画は以前にちょっと紹介したんですけど、